こんにちは。今日も生きててすいません。さあ、今の僕の髪型はどういう状況でしょうね。前髪半年伸ばし続けてるんですよ。ああ、ついでにね、あの生え際チェックしておきますか。どうでしょうね、僕の生え際は耐えてる方でしょうか。もともと前髪結構長いのが好きで、あのバンプの藤原さんって誰もが一度は真似するのが青春だと思うんですけど、最後に前髪切ったのがね、あの半年前のバブヘアでマッシュにした時、こっから始まってます。で、徐々になんかこう伸びていろいろやってましたが、今もうね、もうどうしようもなくなって今こうなってます。頃合いもいい頃でしょうから、ガン下ろししてみたいと思います。半年伸ばした前髪はどこまで伸びているのでしょうか。というわけで、ちょっと今からお風呂行くんで付き合ってください。さあ、髪洗っていこう。例えばいつも前髪の生え際だけ気にしてたけど、頭頂部とか後頭部ってどうなってんだろうね。大丈夫かな。やっぱ剥げてない。とりあえずドライヤーして OK。 でですよ、でですよ、でですよ、中学生ぐらいの時じゃない、こういうことしてたの。もう完全にまっすぐ、たすらまっすぐ。私かっこいいわけないわ。目に入る時代をもうとっくに超えて口に入るわ。なんなら後頭部に見えるもん、後ろからさ。ちょっとすいません。ってことができるわけでしょ。いや、マジで前が見えないから、これちょっとキャッカキャッカ。もう何でもいいけどね、扱いきれなくなってきたので、もうおとなしく病室に行きましょう。